平野の使神宮寺児歌が東ペイトベ所属できた背景にあったジャニーズ事務所の機能停止状態除隊。ジャニーズ帝国崩壊の序曲となるのか。ジャニーズ事務所の元副社長滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所、トベ。 トゥービーは14日、元ジャニーズ JR で、ジャニーズ在籍時代は、インパクトオーズとして活動してきた佐藤真影山拓也、横原祐樹松井壮椿康志が、木俊介鈴木大河の7名が加わったことを発表した。5月にジャニーズ事務所を退除した彼らは、7人そのままで今後は、イムップ、IMP と名乗って再スタートを切る。 トベは7月2日に元 V6 の三宅県の所属が発表されたのに続き、7日には元キングプリンスへの平野仕様と神宮寺雄太の所属を発表しており、これで元ジャニーズのトベ合流は3組目。これにより、さらなるジャニーズ所属のタレントによる遺跡劇や、やめジャニの合流もあるのではと注目されている。 8月いっぱいで退場するキスマイフとニキタヤマヒロミツは滝沢氏を信奉していることもあって合流は確実視されており、9月に退場が決まっている元キングプリンスへの騎士歌も加われば、もはや第二のジャニーズとも言える一大勢力となる。平野のインスタグラムは解説4日でフォロワーが300万人を突破し、あっさりと金プリを超えてしまった。 発表の度にツイッターのトレンドを占拠しており、この影響力の大きさには大手メディアも無視できないでしょう。滝沢氏は配信ビジネスに長けており、収益を生む仕組みを構築するプランが頭の中で完全に出来上がっている。ジャニーズを辞めても食べていける安心感があれば、遺跡に前向きになります。 今後はエース格に成長したシクストーンズをとスノーマン、さらに元ジャニーズの山下智久、赤西仁、錦戸亮などの動向が注目されることになりそうです。芸能記者。滝沢氏とジャニーズ事務所の対抗軸が浮き彫りになるにつけ、巣は全面戦争勃発の様相を呈しているが、芸能関係者はこう明かす。 ジャニーズ JR だったインパクト大津王をともかく、さすがに元金プリの平野と神宮寺を所属させるにあたっては、滝沢氏もジャニーズにお伺いを立て、仁義を切っていたようです。しかし、性加害問題に揺れる今のジャニーズは半ば機能停止状態となっていて、対応する余裕が全くない。結果、生返事ばかりだったため、アクセルを踏むことにしたといいます。 ジャニーズの性加害問題については、国連人権理事会まで動き出した。具体的には7月下旬にビジネスと人権、作業部会が7月下旬から8月上旬にかけて来日し、東京と大阪で被害を訴える当事者への聞き取り調査に乗り出す。 調査結果を踏まえて、日本に対する勧告を含む報告書が人権利に提出されるのは来年6月まで待つことになるが、作業部会は今回の来日で日本政府とも面談する予定とのことで、この外圧によりジャニーズ事務所が置かれる立場はより深刻になる可能性もある。 滝沢氏がジャニーズ在籍中にギリギリデビューまで持ち込んだトラビスジャパンは、アメリカの名門レーベルと契約しながら、今やすっかり日本国内での活動にシフトしていますが、人権利が動き出したことは一部英語メディアでも記事になっており、トラビスジャパンの立場はますます難しいものになりそうとも。次に退場合流するのは彼らかもしれません。 滝沢氏の夢は、エンタメ先進国のアメリカや韓国で通用するアイドルグループを作り上げることですしね。ジャニー北川氏の意志を引き継いでいるという見旗もあることから、本家を崩壊に追い込む未来も浮かんできます。前で芸能関係者、負の遺産がジャニーズにのしかかるそばで、とべは華麗に羽ばたいていくことになりそうだ。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。